というわけで、おはようございます。今日はね、マロくんがやってきてくれました。いや、マロくん、昨日の雪はすごかったですね。どうでしたか、マロくんの住んでるあたりは。雪、あの白い粉のことかい？そうですよ。あれは冷たかったの？ああ、なるほどね。いや、路面も朝はね、凍結してたりね、うちのお店の芝生とかもまだ雪が残ってますけどね。いやー、結構雪ってね、久々に見ましたけど、まあいいようなね、ちょっとワクワクドキドキもしますけどね。でもやっぱり子供の頃とかね、まあ、楽しかったですけど、やっぱ大人になるとね、その後の被害のことを考えてしまうんでね、なんとも言えないですけどね。まあ今年は雪も降ったし、いい年になるんじゃないでしょうかね。で、マロ君、今年の1年の目標をお願いします。雪の中を走るんですね。さっき、昨日小麦さんに走りやめよって怒られたから。ああ、なるほどね、わかりました。じゃあ頑張って走りましょう。以上、マロ君でした。さようなら。